はい、どうもみなさん、こんにちは。ワイテルズのブルークです。チャー君です。いいとき。魔女の家よいしょ魔女の家よいしょちょっと待ってください。魔女の家か。電話来たわ。魔女の家2回目来た。2回目来た。まあ、有名なフリーフォラゲの一つですよね。よく聞く。僕は聞いたことないんですよね。まあ、本来一人でやるようなやつを、今回は、操作はブルーク。で、金時社くんが、なんか、ヤジ、ガヤ、シジジュウ、その他もろもろ、バリ造語を浴びせる人になると。バリ造語。まあ、本当はね、夜回りをやってたんですけど、僕がツイッターで言ったね、録画データ吹き飛ばしたのは、それのことでして。まあ、夜回りを、約半分ぐらい結構進めたところで、できなかったんで、俺はそこまでね、知ってるんですけど、さすがに途中からとんの終わりだし。マジでやっていきます。途中でやめた新しいゲーム。難易度あんの？オーマイ。いきなり困るやん。直前からやり直し、タイトルに戻る？えぐいな。ハテナあるし、ハテナじゃないでしょ、ノーマルこれ。ハテナあるよね。これ以上に難しくなれるの？タイトルに戻る以上に。どうも。これ以上に難しいのがわからんよ。これお母さんのお腹に戻らないから大丈夫？記憶消されるビーム出るじゃん。もしかして。プレイヤーを殺しますみたいな。怖っ。でもタイトルに戻るのやめた方がいいよね。だって今タイトルだもん。だってここまで全部リセットされるってことだよね。調べてみる。甘えていいのかっていう、まあ、それでさ、なんか30時間とかクリアできなかったらやばいからさ。それはそう。このゲームはノーマルがやばいですとか書いてたらどうすんだよ。でもその上があるならなんとか。ちなみにもう一個の難易度はエキストラで死亡箇所と謎解きが変わるらしいです。はあ、そういう感じ。じゃあ、どうする？ノーマルにしてどのぐらい変わるか。ああ、やばかったらいいじゃんするね。ああ、そうか、別にそれでいいのか。わかんない。ここの画面に戻ってくるのかな。はい。始まった。私は可愛い女の子、森の中の女性。出てない。出てないって。俺らには聞こえないんだ。W、上下左右、Z、X、シフト。はいはい。はいはいはい。シンプル。シンプル。まあ。なんか猫がいますと。まあ、どうする？本当に調べていい？気が。ついた？人間はこんなところにいると危ないよ。セーブ、ね、まあ、あ、セーブね、猫が。あ、猫セーブか。もう何度かの家もいるんです。じゃあ、帰ると。帰りましょうか。危ないですから、ね。まあ、危ないですからね、そのね。はい、通れる。ないの。もう早いの、結構ダッシュ。寂しいた刃物も持っていく。まあ、危ないから、このとこが。マッチと。帰れないと。待て。ビオラ。体力とかあるんですか？体力からアイテムしよう。ブルークにアクション全然、おっと。え、あ、あ、そんな感じで使うことができたね。めっちゃ使えそうやん。確かにね。あ、使えない。使えないですね。なるほどね。なんか持ってましたね、手紙。読んでみますか？本当だ。うん。読みますか。遊びに行くのは構わないが、あまり森の奥には近づかないようにな。早く帰ってくるように、父より。まあ、手遅れですね。はい、ああ、もういない猫ですね。もう猫いない。猫の毛。これちゃんと全部こう話しかけた方がいいのかしら。めちゃくちゃあるね。なんか話しかけるやつ。全部違う、ね。話しかけるんだ、そういうとこも。話しかけるっていう表現が合ってるかわからないけど。これはさすがに切れるよ、ね。これは消える。これは切れるわ。ああ、ほにゃららの家でしょ、こっち。うん、ほにゃららの家。あ、壊れた。おし、バラッと壊れた。で、壊れるの。おっと、森の奥、行かないようにな。父より。父より。だって、森の奥行こうぜ。ワイテルズより。花が出口を塞いじゃって出られないんだ。うん。おいと。入ってみたら。どうせここから出られないんだし。はい、お互いさ。うん。おぉ。入っちゃダメだよ。こんなとこに。ほんまそう。絶対入っちゃダメ。うわぁ。うわぁ。まだの家でしょ、だって。もうまあ、ほにゃららだから、ほにゃらら。もうわかんないけどね。まあ、わかんないか。わかんない。あらぁ。メッセージがなんかありますね。え？あ、おっと？え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 ？そういう、そういう感じ？ちょ、待っていい。ちょ、待ってよ。学びがねえわ。あ、まあ、ここから。まあ、違ったからね。セーブしときゃ。あ、じゃあ、まあまあまあ。タイトルに戻るって、セーブ地点選べだけ？ああ、そういうことだね。まあ、分かったのは、人が死んでそうな場所は近づかないようにしよう。ああ、そこに行っちゃダメよって。私の部屋まで置いて。おい、消えた。え？行けない。どこや、部屋。土の上歩いた人死んだんだよね。そうだね。
そうね。ああ、なるほどね。でも、謎解きおもろそうやん。あ、声で変わるよ、ね。持ってる。しかもなんかドアなくなってるわ。帰った。帰る。あ、もう出れない。帰ろうとしたら、開かない。開かないパターンね。ちょっと意地悪系なのかな。初見殺しね。うん。そうやってセーブする。そういうセーブ。聞かない変な人ね。まあ、左から行きますか。怖えーこれ。ハサミがあり、ね、引き出しがある。ハサミはどうせでも繋いでるよねこれ。なんか本当だね、なんか紐みたいな。持っていけんのかこれ。だからこれ引っ張ったらガチャっつって死んだりする、ね。確かに。一旦必要なまで。何も信じれない。一旦。うわ怖。今鍵が。はあ、取りにしましょう。怖えー。あんま死にたくないから。ムカつくから。お。どっちもの。うわー、これ全部トラップやん。これ怖えな、これ。一応上のさ、あれ読めるよ、ね。なんか急に動き出しそうだな。クマをカゴに入れてます。出るけど。持って帰ったらやばいと思う。やっちゃダメだね、多分じゃあ。怖っ。家ね。すべて怪しく見えてきた。いや、読む時間がないな。あ、クマ。多分あれを入れに行くんじゃない？魔女の日記。読めるのは大丈夫。一旦クマ。あ、テディピアが入れかかってる。お。え？ああ倒れたね今。まあ、倒れたら、まあ、そういうことあるでしょ。ちょっと待って、これもう一回。まあ、ありますよね。まあまあまあ。家が元の姿に戻るとき、ひら。何言ってるか分かんないです。ちょっと分からない。何言ってるか分かんない。ちょっと分かんないですね。元の姿じゃないのは、あ、ここにさっきの使うんだか。まあもう来ない。まあまあまあ。さすがに。大丈夫でしょう。かかって。入った？ああ、分かった。ハサミで切るんだ。おぉ。頭以外。え？なんか入った方がいい予感がするからちょっとやめて頭切りに。これで切りますよね。うわー怖え、トラップだよこれ。持ってかない。持ってかないとダメ。ああ。あ、わかった。なるほど、ここでテレビビアを使うのか。テレビビア。ああ、ここで引き落とせんだ。うわ。ああ、やばいことしてるって。うわうわうわ。え？なんか血ついてる。ついてるけど。え？おかしい。血ついてるくない？血ついてるくない？ええ怖っ、うわびっくりしたー、うわ怖えー、もう呪いよ、テディベアの。あえうわなんか どうなってんの。あやばそう、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 置いたらなんか今赤くなんて書いてあった、切り口が赤くなってるって書いてあった今。どこかで開くんだ。どっか開いてね。来てる、待って、乗ってくる。うわ、え、部屋は出てこない。部屋から出てこないけど。鍵かかってるとこあったっけ？左上だっけ？左側だっけ？左上のとこへ。もう死にそうだけど。読む。読むか、それ。読んでみようか。私は病気だから誰も私と遊んでくれなかった。お父さんもお母さんも私を愛してくれなかった。あら。どまい。無情。まあ、ないかな。もう行くしかないよね。まあ、左上だよね。もう一回入ってみる、出ていけんとこ。死ぬか。どうなるでしょう。セーブしてから入るか。セーブしてから。ああ、びっくりした。ああ、しゃい。びっくりしたね、そっちが。全然怖いやん、このゲーム。怖えやん、全然。ちゃんと、なんか夜回り全然だったからさ、なんか違ったわ、気持ちが。夜回りやね。方向性ちょっと違うね。方向性がね。入ったら花瓶がまず落ちて左から来るから、うん、右に逃げる。右に逃げる。逃げようか。パリン。で、ああこれで。逃げて。おお。いやむず。一応部屋またげば大丈夫なのかな。ぽいね。青鬼みたいな。青鬼より怖いけど。で左のこっちが入れる？そう、ね。いけるかな。うわ。え何？手切った手足じゃない？ああ、いや切ったからにはもうちゃんと持っていきましょう。持っていけるもん持っていきましょう。精神。ああ、いろいろあるね。持ってるから知ったことあるかな。なんだ真ん中の。お、あ、動かせるんだ。毒味をしろ。死ぬやん。ゲームオーバーなるやん。セーブしていく。ここ怖いやもう。セーブしに行こうって言って殺されるの。読んでるやんさっきの。もう。簡単に行けないよな、あそこ。何度がある。覗くのはやばいよ。覗くほどなんかあんの。怖い。怖い。ああ、何もないんだ。ああ。さすがにな。こっから見ても分かるが何もないの。やべえ。やべえ。飲んでみるわけないだろ。もう、うん、まあそれはそう。器もやばければ、入ってる内容物もやばいっていう。
あやたかかもしれないけど。ああ、行くんだ。なんかいるから、一旦出て。キブリかな？こっちも一旦見るか。なんか壊れる。ああ、帰ってきた。あれ？これ出れるんだ。あれ？あれどうあったっけ？ショートか？とか？あれどうあったっけ？いつからあった？いや、今出てきた。今出てきた。うん。うわぁ。今なんか動いてない？包丁。コックいるやん。そうだ。コックいる。見えないけどね。昔の話になるが、支配階級や富裕層の人々は銀製の食器を好んで使っていた。手入れの大変な銀製の食器を使うことで使用人を雇える経済力を世間に示したのである。また銀食器は毒に反応して色が変わるため毒殺の防止にも役に立った。だから銀のあの包丁をあの毒に突っ込むんじゃない？まあなんか銀製のまま突っ込みたいね。そういる。あ、手を貸します。食べるんだこいつ。やばいやばい。え？ああ、やばいやばいやばい。終わった。うわ、終わった、終わったわ。いや、ちょうど手が足りなかったんだ。ああ、貸しちゃった。そういうことかよ。まあ、貸さなきゃいいんだ。なるほどね。もうこいつに。あれは貸さなきゃいいってことだな。こっちは貸しちゃダメだね、間違いなくね。だから、話しかけて、何もしない。何もしない。あ、じゃあ、え？ああ、さすがに。どうしよう。ん？うん。でこれ銀の銀製ない？ないか。一旦先進むか。うわぁ。こいつに手を貸す以外にすることないか今。あるか？あ、わかった。ある。ああ、それだ。それ持ってたな。なるほどね。銀の鍵、あ、これでテストできるのか。なるほどね。そういうことか。でもあの物質絶対飲まなきゃいけないわけじゃないけどね。まあ、毒味をしろって書いてある。これを。鍵を、ああまあこれはもうやるしかないよね。ああ毒だ。わー毒だ。ああ。飲んでたそれでやっ、なんか今動いてきたね。なんか出てきた。これ一旦セーブしに行きたいですけど。いや怖い、セーブしに行くの。絶対セーブしに行くじゃん誰しもが。あ。え。うん。人間誰しもが。そこなんかない。そう。ああ。来そうで来ない。怖え。あれ。え。やお。今一回急にね、そこね、あ今多分銀の2階でここ開けてたら死んでたかもね。あワンちゃん、あれ魔女、魔女多いね。であげるよ。あー消えた。待って待って、広いね。この準備来るよ、これ絶対どっかでね。わかるよ、わかるわかる。あー動くやん。猫いる猫いる、絶対動くやん。一応セーバーできるね。今こっから行きますか。死にそう、死にそう、死にそう。常に人との目を覚ませる。雲は目が悪い。色まではわからないだろう。ああ。はい。雲の姿、ボロボロさんなの。特に何も入っていない。ああ、金色の感じ。代わりのものを。多分そうだよね。うん、代わりのものを。ロープ持っていく。ロープ絶対使うやん。使えるね。脱出しようぜ、ロープ。したいな。穴抜けの紐。これ穴抜けの紐。怖い、そいつ怖いよ。怖いな、こいつ。ああ。乗せ、乗せ。あ、じゃあ、大丈夫。絶対動くよ、こいつ、いつか。あれ、これ、下に行ったら？あ、いや、結構分岐か。青色の代わりになるね。ああ、割らないとダメ。おっと、なんかいる？何、どこ壊れたんだ、今。なんか、本が抜けてる。なんか、本を入れるべきだよね。んだよな。抜けてますな。で、本を探し、ガラスを割り、って感じか。そうね。どっかに本落ちてんじゃないかな。めちゃくちゃあるな。魔女の家に。2だよ。1からあるんじゃない、多分。確かに。あ、1からかな。魔女の家の扉は鍵では開かない。開かない？何かが鍵になっている。確かに、そうだね。そうだね。確かに。魔女の家は魔女の力によって姿形を変える。確かに変わってます、ね。変わってね。間取りめちゃくちゃ変わってる、ね。もう体験してますか、すべて。笑い話。昔々、ある金持ちの男が大きな宝物を手押し車で運んでいました。車は森の中で壊れてしまいましたが、そこへ狩人と犬が通りかかりました。金持ちの男は狩人に手押し車を見張っていてくれるよう頼み、狩人はこれを承知しました。
金持ちの男は代わりの車を呼びに行きました。その間カリュードは宝物を見張っていました。やがて夜になり、カリュードは家にいる老齢の母親のことが心配になりました。そこでカリュードは犬に手押し車を見張るよう言いつけて、母の様子を見に家に帰りました。金持ちの男が持ってくると、犬が手押し車の番をしていたので、金持ちの男は犬の主人への褒美として銀貨を犬に加えさせてやりました。犬は家まで走っていき、カリュードに銀貨を渡しました。何がおもろいね。ほんまそれ。それを見たカリュードは怒り狂いました。何手押し車の番をさせていたのに、お前はそこから銀貨を盗んだんだな。ああ、カリュードは犬を殺しました。ああ何がおもろいね。笑ってるやついたけど、ここに笑ってたなぁ。いるのか、そこに。いないか。あれ、でも最初いた気がするな。これなんか見ちゃダメな気がするよね。見てるけど。見てるけどね。見てるけど、まだちゃんと見てない。見てる。今理解した、あること。なんか映ってるね。今映ったよね、魔女ね。嘘。映った映った映った。鏡に。うん、映った映った。もう一回向かえろ。なんとか見てないよね。なんとか画面だけわかる。なんとかさん宅が全焼。焼け跡からなんとかさんとその妻、なんとかさんの遺体が発見された。二人とも死んだと。遺体には刺し傷があり、何者かが二人を殺害後、建物に火を放ったと見られている。また事件後、なんとかさんの一人娘であるエレンちゃんが行方不明になっており、警察は。ここにいる人がエレンちゃんと見ていいのですかね。なんかさ、透明な人おらん、ここに。おらる、おるな。本当だ、なんか漁ってるわ。怖っ。何か縛るもの、ある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 。あるけどね。警察に渡していいんか、これ。またかも、これや。やるか。あげる。そんな、ルーレットみたいな。読むと死ぬ本。読むと死ぬ本。え？うん？見られたね。最初からあった？ないね。今ですね。おお、動いてる。めっちゃ普通に歩いてますけど。殺されそうじゃない？ね、使ったら殺されるわ、あれ。とりあえず本は読ましてね。読んでみる？死ぬな。まあ、セーブしたしね、今ね。好奇心がすごいのよ。読んでる読んでる。おぉ！あ、めやくなった。うわ、うわ。うわー、うわ、やめてあげてよ。やめてあげてよ。なんでやったんだよ。殺した。なんで。ちゃんと死ぬやん。98%。殺人犯と変わらないからね、今。いや、だから、でも実際、クリアする手がかり得られるかもしれないじゃん。ゲームクリアですね。だったら怖いわ、マジで。あれ？違う。入れられないな。またする気か。入れられない。ああ、できる。差し込んでいこう、差し込んで。差し込む。お、ガラスケース。壊れた。ああ、そういう感じ、ね。何？止まった？そう、一瞬止まった。おおおお、逃げろ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 、一周して一周して、はい一周して、まずはー一周して、いきますよ。おー、何これ何これ何これ、フワッティじゃん。おお、怖っ。フワッティおるやん。怖え、マジで。よく逃げたな、今。なんだか分かんなかった。分かった。もういないんだよね。そこが割れてるわけじゃないんだ。え？あ、今のここにあった頭蓋骨か。あ、持ってけるんだ、あそこは。そっから来た。ああ、なるほどね。頭蓋骨出ちゃったのね。頭のなんかみたいな。で、これはどうしたらいいんだ？置き換えるのかな？取って。取ったら死ぬんじゃない？ああ。で、あれ？取っていいの？で、まあ、取ってどっか行ったら死ぬのか。引っ掛けて。まあ、わかんないけど、多分どっかから雲多分出るんだよね、帰ろうとしたら。そこにやけど。ああ！うわ！うまい！雲出ないの？怖えよ。猫いない。え、いない？カフェの外です。ああ、いた。どこ？あれ、どこだっけ？鍵なんてあった。奥がいたんじゃない？多分これ走んないと。ああ、ここか。そこじゃなくて、その。え？ん？あそこ行ったよ。その、左行ったり。左？あ、ここ閉まってたっけ？ああ。行ってない。チェックしてなかった。うん。行ってないか。え？いけるんだ。いけんだ。どこを探してたんだろう。これ2階だから3階これ。次。どうなってんだこれ。多分3階。あ、いる。いや。なんか、あのろうそく調べない方がいい気がする。一番最初の C 型みたいな感じで。C はね、探ったら危ないから。進んでもろって。おっとい！おい、離れた。
橋を通れた。え、ああもう弾幕ゲーかこれ。いいわ、余計ゲー始まる。うわー、無理やんそれは。ええ真ん中から最初来るから、左にいて真ん中通り過ぎた瞬間に真ん中寄るができればいいけど、そんなむずいゲームなのこれ。むずない、めっちゃ速いし弾速えぐいぞ。おお、まあでもいけたくない、これ毎回やんでもないせるぞ。あ、確かにちゃんと入れる、ね、セーブできる。魔女の家なんだよ、知ってた。あ、そう。こいつで腹立ってきた。こいつがいないとね、セーブできないから。こいつがいないと、お、超えるだ。え、うん、いきなり、わかんねえぞ、マジでヒントがない。先に説明を読むべきやったかな、上の。わかんない、うなついたら中までできんじゃない。カエルは好き、カエルは好き。ああ、横に行っちゃった。似たりする質問ね。カエル好き、好き。おう。え、あ、仲間になった。ゲッツゲッツ。だ、持ってたら良かったパターンと持ってたらダメだったパターンね、どっちかあるから。もう今セーブしたから罪ってことよ、持ってからセーブしたからね。まあってことはね、あ、いいって言っちゃう。おー、すごいいっぱいあるな。橋を見るって、遠くを見るって何。あー、まあ、そう、見えますけど、見えますけど。橋を見る。じゃあダメじゃん。カエル使えない。そうそうそう、カエル使えるやん。カエルに渡らせる。前ならいけるわ。ありがた。ありがてえよ、お前。わかんない。何が来るか。すごい。ユノスイカや。頭脳は人類だな。なんか。あ、ちょっと。うわ、当たってほしい。怖い、怖い、怖い、怖い。ガチユノガエル爆弾かよ。絶対に。あいつに全部謎解きさせようぜ。鏡合わせにしろ。危ねえよ。鏡合わせ。鏡合わせしろ。鏡合わせにしろ。鏡合わせにしろ。絵の下にスイッチ。なんだそりゃ。なんだお前。素だわそんなん。血だ、血出たわ。え？どこ？絵がなんか赤くなった今。本当？うん。カエルいるな。じゃあこれも？おう、ふうふうだ。鏡合わせ。合わせだなこれ。なるほど。じゃあ右に合わすんじゃない？ああ。ね。これは色が違うってことだよね。はい、あ、でも色違うけど。もう一回押したら。あ、それでいいんじゃない？これだ、これだ。で、カエル。カエル？あとは植木鉢というかなんか。カエル真ん中に置くじゃん、椅子の。あ、そうだ。ああ。カエルを座らせる。せるかわいい。ケーキを。ショートケーキ？移動？を食べて。食べる。いやでも固定されてるってことはなんだ、持ってこなきゃいけないか。ああ、ないね、手紙しか。これはこれ多分左右対称にしないと。あ、待ってるよ。ああ、あるんだ。こっからじゃ出せばいいだけだ。鏡見はこっちだよ。いちごのショートケーキを置いたのを。で、その植木鉢的なやつをさ。ああ。そうね、そこだけで終わりかな。あれ動かせんだこれ。動かせない。あ、でも右のやつを、こっちされてんだ。右のやつを左に持っていくしかない。持っていけんのこれ。あ、持っていけるか。おお。あ、つむつむ。積んだな。積んだな。一回出てみましょうね。あ、はいはいはい。絵はそのままっぽいね。あ、はい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 。あ、でもバラ吹いてない？あれ？バラあったっけそこに。え、確かに。あれ？あれ？あれバラあった？なかったなかったなかった。バラ吹いた。間違い探し、間違い探し、探し10本、まだ10本、こっちはこっちはちゃんと10本なんだよ。一回間違ったからなんかクイズ増えたじゃん1問。これか簡単だ、別に簡単だ。刺しに行くと間違ったら1個ずつ物増えんのか。え、もう一回出てくる。でこれ揃っちゃうんじゃないの。あ、でも棚上のさ、そうそう、棚が、え、全然棚もやんのかよ。全然違うね。そっちが動かせないんだ。右？あ、何回やるんだ。ああ、早っ。ああ、違います、ね。今、揃ってないよね。あ、それ。あ、これじゃない？今だ、今だ。違うね。もう一回？これだ。ああ、これだ。合ってますね。あれ、一緒じゃないもん。で？なんか違うのあるかな？穴開いてる。あれ？ああ、まだいけない。あれ？合わせ鏡。あ、上の食器。木も合ってるか。合ってるね。合ってるね。あ、左側のあれは、あ、あれは鏡合わせにしようか。あ、紙、紙、紙がない。取らないとじゃない。あ、それも。剥がす。ああ。剥がせんだ。
これでなりましたね。おーい、うおー、連れてけ連れてけって、連れてけってことじゃない。癒しだな、唯一のこのカエル。知らない知らないね、多分。できるホラー、ホラーにおいてね、動物って知らないから。まあ読むか、とりあえず。次のドアをくぐったならば、その次のドアまでよそ見をしてはいけない。あー、まあ、振り返っていけないよってやつね。読んじゃうよん。お父さんもお母さんも私はしてくれなかった。だから、バッチした。それからずっとこの家にいるの。ツイッターで晒したんじゃない。晒した。晒したのか。まっすぐ。これ、あれでしょ、後ろ行っちゃいけないんでしょ。わあ、こわ、よく言ったね、今ね。あ、うわ、え、あ、ね、もうあれも、あれも罠なんだ。あれも行っちゃいけないんだ。猫、あの猫もダメだった。うわ、今どこ行った今。いや、猫の方に行こうとしたら。次のドア、ドアまで。ドアも避けたら死ぬとこ。そうそう、ドアまでやっちゃいけないから。うわ、こわ。ここまでか。ここまでだ、申し訳ないことは。やつは腹を空かせている。え、俺、お腹すいた。え、セーブできない？行くか？できないね。今戻ったらどうなんだろうね。死ぬのかな。てん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 。扉の向こうに何かいる。何かいる。やつやん。やつやん。まあ、耳を当てる、ね。聞き耳しましょう。何か大きなものが地面に落ちている音がする。はい。クリティカルですね。扉を見る。手のひらほどの大きさの覗き窓がついている。結構見れるよ。覗き窓から覗く。ぬめぬめと黒い光した鱗が見える。やばいって。もうな、もうすることなくなっちゃった。でもすることないけど、そこ行くしかないよね、今。セーブしてから行こうぜ。あ、確かに。A も行く、行って、多分これアクションだよね。ないな、アクションだな。アクションかな。もう一回 見やって。おっと、本当に本当にって聞かれたな。本当に本当にやめますか。え、うわ、ぐ全然、なんか、もう避けるとかいう概念ないわ。おもろいな、今の。アクション、気満々だったのに。気満々でしたら。張り付かれてた。あ、分かった、分かっちゃった、僕。どうしよう。カエルを生かせるっていう。ああ、カエルとヘビね。覗き窓から投げる。確かに、そうだ。覗き窓から。カエル投げる。うわー。こいつ最強やんけ。いいの、食べられちゃうよ。でこい。でこいけ。いや、嫌がってる。嫌がってる。うわうわ、ここでね。でも、いや、でも仲良くして、多分ね、あれだよ。確かに。うん、仲良く仲間にしてくれるから。あれ。あいつを。あ、ほんと？じゃあ、無理やり入れるってこと？ぬめぬめ黒光りは。小黒巻いてるわ。入れるってこと？うん、多分。いいの？あ、いや、もう、テリーには切ってるから、しょうがないよ、もう。あ、うわ。あ、うわ、うわ、ひどい、ひどい、なんてひどい。で、扉を開ける。聞かないで。余計が始まるよ。え？逆に。え？なになになに？これどう？調べない方がいい？下は。怖いね、それ。一旦。あ、いたな。幽霊？カエルの幽霊だ。やばいやばいやばい。やばい。失礼しました。失礼失礼。なんか一匹だけ猫いるけど。動いたな、いいの。なんちゃって。うわ、怖いね、ここでセーブすんの。やばいよ、え、あれそこは、はい、ああ。カエルさん、あれ、もう、魂というか、あれかな。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価も待ってるよ。さらに、Twitter のフォローもよろしく。Twitter には最新情報が盛りだくさん。メンバーの日常も日々更新中。それではまた次の動画で会いましょう。さようなら。